はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。エブリーでございます。いやー眠いっすね。今ね5時半ぐらいなんですけども、いやー昨日全然寝れなかったですね。2時間ぐらいしか寝れなかったんですけども、まあそんな中でですね、冒険することになりました。はい、東京から大阪までになりますね、今回の場合は。そう、本当にねこんな状態ですけども、ちょっと、まあ行ってみようかなとこういう風な感じなんですけども、はい、今日はですね、今日は私一人ではなくてですね、もう二方と一緒に3人でですね、ああいうことになりました。はい、本当に架空の人物なんですけどね、その話はあれなんですけども、まあじゃあとりあえずですね、じゃあお二方にちょっと自己紹介してみたいと思います。じゃあどうぞ。皆さんおはようございます。私は K です。エブリタイムさんと一緒に今日は旅をしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。エブリさんと一緒に行けるのがとても嬉しいです。今日は一日よろしくお願いいたします。だだだ、よろしくお願いします。ではですね、早速ですけどね、3人で一緒に今日はね冒険をしたいと思います。それではですね、大阪へレッツゴー。 Stand behind the yellow bar.有楽町ご乗車ありがとうございます。銀行型列車に乗ってね、新橋駅を出発しました。やっぱりこの車両に乗ることこそが冒険の本格的なスタートと言えますね。そうですね、やっぱり銀行型車両に乗ることこそがとても興奮できますからね。私もそう思いますね。ボックスシートやテーカークロスシートで乗れるととてもいい気分になれますね。はい、小田原駅に停車ですね。以前青春チャージ切符を使ってね、広島の方へ向かった時なんかはですね、この駅で11分チャレンジをやったんですね。その11分チャレンジっていうのは何かっていうとですね、この駅の駅構内にあるのかな、構内ってここに改札出たからね、あそこにですね、立ち食いそば屋、箱根そばっていうところがあるんですけども、その箱根そばをですねちょっと食べて、でそれで同じ列車に乗るといったね、むちゃくちゃなチャレンジしたわけですね。で結果はどうだったかっていうとですね、なんとかギリギリ間に合いました。支えね、そんな馬鹿げたことはですね、もう、ちょっと支えると二度とできないなと思いますね。
ね。エブリーさん、そんなこと言ってるうちに沼津駅着きましたよ。あ、そうですね、もう沼津駅に到着しましたね。いやー、ここら辺の駅はですね、乗り換え客がすごい多くてですね、なかなか移動に手間がかかるわけですね。そうですね、動きづらいですね。はい、沖津駅に到着いたしました。次はですね、この右にいる車両に乗っていきたいと思います。313系の長谷までですかね。今日はあれですね、あの列車のボックスに乗れてよかったです。いや、素晴らしいですね。お二方どう思いますかね。これとても快適に興奮しました。そうですね、とても素晴らしかったです。あ、そうなんですね、やっぱりお二方もそう思うってことで。ではですね、列車に乗っていきましょう。転換クロスシートですね。これは大変素晴らしいです。本デッキもありますからね。ちなみにこの車両のシートペンチは910ミリですね。そうですね、シートピッチは910ミリで、まあここら辺はですね、私はちょっとこの席にちょっと座ってですね、とりあえず浜松の方まで向かっていきたいと思います。お、なんか列車が通過しましたね。あ、間違えた、通過じゃないね、列車ですね。通過だったらもうめちゃめちゃですね。ここからですね、浜松まで混雑席に乗って快適な移動ですね。楽しみたいですね。そうですね、この席は4人用ですから、俺たち3人で座れるわけですから、とても快適です。人の顔見ながら喋れるわけですから、とてもいいですよね。そうですね、私もそれは同意できますね。快適に移動していたら浜松駅でもう着いたんですね。そうですね、もう浜松駅ですね。ちなみにですね、1月の時にもちょっと浜松駅行ったんですけども、前回ですね、ここにこの駅でのホテルでちょっとですね泊まりましたね。え、そうなんですか。何しに行ったんですか。ちょっと友人の付き合いでですね、ちょっとこの駅に行ったんですけども、いやー、それでもですね、ここまで 4,5 時間ぐらいかかりましたから、いや大変な移動でしたね。はい、とりあえずですね、豊橋駅町ですね、このロング区間をですね味わいたいと思います。やっぱりですね、転換クロスの方が嬉しいですね。転換クロスだとかボックスだとかですね、運用の都合でしょうがないですね。とりあえずは豊橋駅までこのロングシートで我慢しましょう。そうですね、とりあえずこのシートで我慢しますか。豊橋駅に着いたらですね、新快速が運転を取りやめてますね。これそれでですね、この高速となる快速列車にですね、乗客がかなり押し込んできたんですよね。これは本当にきつかったですね。そうですね、あれ、快速は速いですからね。新快速との停車駅って確か一つしかなかった気がしますね。あ、そうでしたっけ。確かそうだったはずです。まあ間違ったら訂正すればいい話ですけどね。よし、よし、快速に終わりましょう。なんとかですね、座席に座れましたね。いやー、席確保大変でしたね。やっぱり人がね、いっぱい乗ってきたわけですから。そうですね、たくさん探しました。
とても疲れました。はい、名古屋駅にですね、まあ、停車してるんですけども、まあ、この駅はですね、ホームドアが設置されてますね。あれ、エブリタイムさん、こんにちは。あ、エヌさんじゃないですか。なんでこう来てんですか。実は、おがき駅に用事があって、ちょっと向かって時だったんですけども、まさかこの席にエブリタイムさんがいるとは思わなかったです。そりゃこっちのセリフですよ。びっくりさせないでくださいよ。すみません。今度から連絡しますね。ちなみにエブリタイムさんって大阪に向かってるんですよね。そうですね。あ、今3人でですね、移動してますね。あ、そうですか。お久しぶりです。お久しぶり。どうもどうも。まさかエルさんと会えるとは思わなかったです。私もそう思いますね。実は俺たちも一緒にいてですね。あ、それはさっきエブリタイムさんから聞いてます。あ、そんなこんなでですね、音楽駅に到着しましたね。いや、まさか N さんと会えるとは思わなかったですね。本当に。いやー、 N さん、今日は本当にですね、わざわざありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。短い時間でしたが、ハイブリータイムさんと話せてよかったです。本日は全都会をご利用いただきましてありがとうございます。はい、前原まで来ました。で、今ですね、西の新快速に乗ってですね、ここから、どこだったかな、尼崎の方まで向かう予定ですね。で、向こう側に止まってる車両はですね、特急白鷺で、向こう区間はですね、次のダイヤ改正で短縮される予定ですね。まあその結果ね、前原から敦賀までですかね、ノンストップで走る特急が生まれるらしいですね。そうなんですね。それは俺も乗ってみたいです。俺も乗ってみたいな。ノンストップで走るからとっても速いだな。そうですね、やっぱりノンストップで走るってことは相当速いんでしょうね。西の新快速はとっても速いですね。西の新快速の最高速度って何キロなんですか。確かですね、130キロでしたね。で、ダイヤが乱れた時なんかはですね、ダイヤ回復運転とかしてるんですね。なんか他の動画を見たことによるとですね、135キロまで出たって言ってましたね。それはすごいですね。135キロ、これは非常に興奮できますね。いやー、計算はね、いろんなことにも興奮できるから、素晴らしい性格の持ち主ですね。そう言われると大変嬉しいです。さあ、お二方、大阪駅にね、届きましたよ。それは素晴らしいです。大阪素晴らしいだな。やっぱり関西といったら大阪なんだな。
さあ、ここからですね、向かい側に走っているですね、普通列車にですね、ちょっと競争シーンをですね、見てみたいと思います。はい。果たしてね、どこの区間でね、もう圧倒するのかっていうのがね、あ、先に発車していきましたね。そうですね、先に、あの列車が発車していきましたね。でも、早く追いつくんだな。やっぱり西の新海賊はとても早いから、もうすぐ追いつきますよ。本当に追いつくといいですね。大丈夫です。追いつきます。そういえば、エブリス、最近アブラスはどうですか？え？アブラスは？ああ、最近食べましたね。ええ。そうですね。何食べたんだっけ？確かブラブラですね。そのブラブラの新宿店行って食べてきましたね。急になんでそのアブラスの話を。ミスターってのブラスボです。あー、抜かされちゃったんだ。それでは、アブラスボ食べますか。そうですね、今回はアブラスボのですね、絵っていうアルファベットの文字を見せてますね。ロマンというね、もう店でですね、食べる予定ですね。はい、そこのね、アブラスボですね、堪能したいもんですね。そうなんですね。俺も行きたいです。あ、じゃあ一緒に行きますか。そうですね。あれ、おうそ、普通列車は抜かしたんですか。いや、抜かされました。ということは、新快速は普通列車にもう負けちゃったんですか。いや、まだ決まってないです。これから抜き返します。絶対に抜き返します。なんか王さん、あれですね、新快速となるんですよ、ね、すごいなんか熱が入ってきますね。あ、今スパークとか通過してきましたね。もうすぐ駅に着いた後、何をするんですか。今のところですね、阪神の長崎駅に向かってですね、そこのちょっとホームランを設定して、でその後溝筋線の方へ行ってですね、そこから北大阪急行鉄道でしたっけ、あれの千里中央行きのやつになってですね、それ千里中央駅のね、動画を撮影して、でその後に本町の方へ行ってですね、そこの四ツ橋線のホームドアを撮影して、その後ですね、ちょっとあれですね、大阪のちょっと親友とお会いしてですね、その後にちょっとね、森の磨きのね、ホームドアを撮影、抜き返した、抜き返した、ね、これで新快速の勝ちだったな、ね、明日は大変素晴らしいんだな、ね、すごく早いんだな、ね。はい、長旅も終わってですね、尼崎駅にね、ようやく到着しますね。いや、本当に長いですね、これはもう。これはね、もう何時間もかけてですね、何時間かかったんだろう、10時間しかかかったのかな、これ。いや、本当にようやく着きましたね。さあ、尼崎駅にね、到着したので、ここでね、降りましょう。本当に疲れましたね。俺はもうヘトヘトです。俺はもうヘトヘトなんだな。とりあえず新快速を見送るんだな。はい、尼崎駅に到着いたしました。これでですね、今回の冒険は終わりです。はい、今日もね、疲れましたね。はい、そうですね、とても疲れました。あら、ま、疲れたなぁな。あ、そうですよね、やっぱり疲れましたもんね。おい、うん、はい、そう、はい、確かにそうですね、
まあやっぱりね、うん、今日はねちょっと3人で冒険しましたけども、いや本当に大変でした。ではですね、今回の動画は以上となります。それではご視聴ありがとうございました。